い、最近ヤリスクロスの再生数に魂を売ったとされる自称元ブロガーの風道でございますということですね。本日2024年4月13日、そうですね、皆さん本当ご存知だと思うんですけどもね、私のハッピーバースデートゥーミーのね、前日でございますということでね当日じゃないんかいっていうね、まあ地味にイブなんですけども、まあそんな私のね人生46年をねこう締めくくる最後の日でございます。そしてね、明日からまたね新たな47年目のね一歩を踏み出すべく、今日は久しぶりにねこの MV スーパーベロリン長伯爵のご登壇でございますということで、はい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 、この間ね車検も通しまして点検も終わって、あと明日僕のね誕生日の日にこの伯爵がねちょっとヘッドからのオイル漏れがあるんで、まあ1週間2週間ちょっと入院するっていうのもあるんで、はい、今日は久しぶりにこいつを借り出してツーリングに行きたいなと思います。まあめちゃくちゃ天気いいんですけど花粉がちょっと厄介ですけどね、はい、まあそんな感じで本当はね今日朝日が見たくて、この辺では有名なね、関東では有名な犬坊崎の灯台にね朝行こうと思ったんですけどね、安定の二度寝をして今朝8時52分でございますということで、あれちょっと待って、朝日って何時まであるんだっけ。まああと今また首都圏のその二輪車割引土日限定のね始まったじゃないですか。なんでそれもしっかり登録したんで、今日は思う存分走り倒してね、またしばらく1週間2週間この伯爵とはね会えなくなりますので、春なのにお別れですか、春なのにお別れですか。今日はねゆっくりじっくりこの相棒と一日を過ごしたいなと思いますね。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。でこれから行く犬吠埼の灯台っていうのはさ、そのこの辺では初日の出でめちゃくちゃ有名で、まあ考えてみたら俺今年ね初日の出を拝んでないんですよ。なんでねちょっと出遅れ感半端ないですけど、初日の出が見たかったなっていう今日ね感じで二度寝が悔やまれますけどね、はい、もうこれもしょうがないということで、しょうがなくない。まあでも天気がめちゃくちゃいいんでね、すげえ綺麗な海が見れるんじゃないかなと。おいおい風道と、お前こんだけ海好きで大洗とかねバカみたいに行ってるのに、その有名な犬吠埼は行かないのかいっていうね声が聞こえてきそうなんですけどね、はい、すいません、なんかなんで今日俺ねお初なんでめちゃくちゃ楽しみですね。開けなさい。はい、というわけで圏央道高速に突入いたしました。ここから約156キロの長旅になりますね。これ往復で350キロ、まあ向こうでちょこちょこ走ることを考えたら400キロ弱ぐらいの結構ガチツーリングになりそうですね。俺の首と腰バイク大丈夫ああ珍しいね圏央道、まあ土日だからってのもあるけど結構車多いですね。まあ距離も距離なんで今日はゆっくりじっくり安全運転でね行きたいと思います。まあ久しぶりにねこのベローチェも長旅するんで、うん、鳴らしながらね自分も走んないとちょっとね、うん、怖いっすね久しぶりに乗るとね。はい、そんなわけでまあニダボがご存知の通りねドナドナされていたじゃないですか。まあ河村隆一風に歌うとドナドナドナ気持ち悪いもう風道くん誰もせにそういうの求めてないんだからね、求めるから変な尺取るぞ、ね、やめてもらえよ。はい、すいません、なんかあとこの間車検のタイミングでマフラーノーマルに戻したんですけど、まあ、ノーマルはノーマルで結構やっぱねいいんですよね。デザインがズバ抜けて3本出しよりもねかっこいいしね。あとエンジンがねこのアグスタ独特のこのメカノイズがダイレクトにこう伝わってくるんで、これはこれでやっぱいいですね。あと一番変えてね良かったなと思うのが、戻して良かったなと思うのがね、やっぱり年長が抜群に合ってるんで、ごく低速域のねトルクがちょっと太くなったかなっていう、まああと加速がスムーズになった感じがあってね、まあしばらくノーマル状態でマフラーはね乗りたいなと思います。いやしかしねめちゃくちゃ今日天気良くてバイクで走るのすげえ気持ちいいね。なんかバイクシーズンが来たって感じで、うん、
あとこの間モーターサイクルショーも行ったんですけどね、新しいデイトナが出るじゃないですか、660ね、ちょっとね見て触れてまたがってきたんですけど、今月の末ゴールデンウィークの期間中にね、どっかのタイミングで試乗もしたいなと思っておりますので、そちらの動画も楽しみにしていただけたらと思います。はい、いやー桜がまだこの辺すごい綺麗だね。うぅ、いやーこうやっぱりね、クルコンあると便利だね。うん、こう景色を楽しむ余裕もできますけど、あんまりねクルコン任せにすると突っ込んじゃうんで、その辺は気をつけましょう。うぅ、めちゃ気持ちいいな今日、最高だわ。いやーこの圏央道も120キロぐらいぶっ通しで走ってるんですけど、一箇所サービスエリアあってね、それ逃しちゃって、もう休むとこ全くないですね。もう首と腰がああ気持ちいい。はい、というわけで神崎出口でおります。いや圏央道使っちゃうとこのルートはダメだな、なんか変化がなさすぎてあんま面白くないっていうのはね、疲労しか残らんぞ。はい、まあしょうがないということで、ここから約まだでも60キロあんの、えちょっと待って、高速使って飛んできたはいいけど目的地まで60キロですか。え、これどうなってんの。あ、出口結構あるねまだね。うん、さあおいくら万円でしょうか。1850円、おそらくこれ割引適用された額がここに出てるっぽいよね。もうなんだ、どうしました。あ、信号があんのね。とりあえず高速を降りてすぐの道の駅で伯爵と俺の首と腰を休めましょうか。道の駅小宇崎着きました。さあそれじゃあぼちぼち行きますか。モーターサイクルアート、いやそれにしてもね、一つ分かったことがありますね。私明日また一つ年をお召しになりますけど、これぐらいの年になるとね、やっぱりこういうバイクはやっぱり乗ってないとどんどん落ちていっちゃいますね、体がね。はい、なんでちゃんとねしっかり乗って維持していかないとダメっすね。思ったより、うん、首と腰にダメージがあったようですよしょうがない。目的地まであと14キロっていうところなんですけど、風光さん天気がワンチャン、これ雨ん大丈夫かなしょうがない、しょうがなくない。お、ちょっと海っぽくなってきたんじゃないの。はさっき海水浴場とか左の方って書いてあったけど、おうおお、ええやん。ただちょっと天気が風も強いしね、ちょっと微妙なんですよね。すごいアーチだねおお、なんか上向くと怖い。俺余談ですけど、小学校の時にさ、誰もいない体育館のど真ん中で仰向けになって寝ることができなくて、なんか吸い込まれるような感じがしちゃってね、なんか気が遠くなっちゃってダメなんですよねあれに似た感覚、あれ何だったんだろうな、多分今でも無理。さあ間もなく犬吠埼到着ですけど、うわ開けた、海だ、海よ俺の最高ですか。お前ら最高だ、最高最高最高だいやしかし、あ、見えてきた、あれが犬吠埼の灯台かな。ちょっと木がで帰りはね、あれかな、犬吠埼観光ホテルかな、あれ、あそこで日帰り温泉があるそうなので、そこでお風呂をいただいてから帰りたいなと思ってるんですけども、まずは灯台ね。あー来たね、無料駐車場とはありがてえありがてえ。はい、というわけで犬吠埼着きました。伯爵よく頑張ったな、俺も頑張ったぜ。
モーターサイクルある。うわーめちゃくちゃ眺めいいじゃん。いやこの灯台と伯爵めちゃくちゃいいじゃないですかねえ。モーターサイクルアート、いや99段って書いてあったな、登れんのかな俺の体力でというわけでね、ちょっと頭上に注意なんで不審者ですけどヘルメットかぶってきましょう怖っ。あのこれ多分降りてくる人とこれ入れ替わるんだろうからさ、一方通行じゃないもんね、完全な不審者だよね俺。やばい、きつい、きついし、やばい風強っ。いやちょっとあのすごいって風がしょうがない捕まってないと怖いぐらいだね。ただ景色はもうめちゃくちゃいいね。ちょっと風すごいけど一周して降りますか。うわーすげえな、めちゃくちゃ大パノラマ。やっぱ海っていいよねしょうがないいやすごい。やーこうやって見ると地球は丸いんだな、海は青いな、空も青いなって。ちょっともう雨降りそうですけどね、青くはないですね、白いですね、しょうがない。おーおーすごい風が、これ横に来るとやばいね。事故を起こさないようにしないと。あ、不審者なんで、あの、逃げていかれました。しょうがない。お幸せに。なんかそのうち企画で灯台巡りとかしたいね。海好きの俺にはぴったりですよ。ここ夏とかすっごい風が強くて気持ちよさそうだよね。はい、こんな感じで一周でした。じゃあちょっと降りますか。これ降りるのも大変だよね。はい、というわけで海鮮焼きハマグリちょっと奮発した昼飯でしたけど、いやめちゃくちゃうまかったな。帰りは温泉入って帰りましょうかね。いやこのシーサイドストーリーすごいね。トゥルッテルトゥルトゥルッテトゥルッテルトゥルトゥルッテ、大犬坊崎観光ホテル、あこれね、なんか学校みたいな佇まいだけど大丈夫かな。あらモーターサイクルアート、はい、というわけで犬吠埼ツーリング、久しぶりのね伯爵と一緒に過ごした一日でしたけど、いかがでしたでしょうか。もうあとは帰るだけなんで、最後エンディング撮って帰ろうと思うんですけど、まあオーシャンビューの温泉も入って美味しいもの食べて灯台も登って、40俺の6年最後の日彩れたんじゃないかなと思います。これを糧にねまた明日から新しい1年頑張っていこうと思いますので、また皆様も年末年始はね日の出はこの辺すごい混むんですけど、こういうね普通の土日はそんな混んでなかったんで、ぜひツーリングとかね近くの方来てみてはいかがでしょうか。ということでまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。風道でございました。バイバイ。さあじゃあ人生たった一度しか訪れなかった
46年の最終日、しっかり家まで頼むぜ伯爵。モーターサイクルアート。ダメだこりゃ。